すいません、ごめんください。ちょっと上がってます。高橋幸宏と言いますけれども、猪野さんいらっしゃいますか？パスワードお願いします。うん、助けて。お邪魔します。ナイトワープ、イノアットホーム。どうも、イノケンジです。エンジェリーミです。ナイトワープ、イノアットホームの時間がやってまいりました。今夜も宇宙に浮かぶイノさんちからの放送です。この番組はイノアットホームってことで、ゲストやラジオを聴いている皆さんを僕のようにお招きしまして、いろいろ楽しんでもらおうというプログラムなんです。今夜、イーノさん家のリビングルームに遊びに来てくださったのは、僕の大好きなミュージシャンの一人ですね。はい、高橋幸宏さんですよ。はじめましてです。いつになく緊張してますっていう。もう、とんでもないです。ねえ、困っちゃいます。はい、本当にちゃんと知ってる？え、もう私この番組でですね、生まれてました。あ、そっか。小学校、うん、低学年でね、とか3年生ぐらい。あ、ワイモンの時。はい、本当にもう本当に。もっと下でしょ。何言ってんの。絶対違うよ。小学校に入ってないよ。1980年頃ってのはいくつ？80年ですか。あ、じゃあ1年生とか幼稚園の年長かも。僕小学校3、4年生。あ、ですよ。そろそろお邪魔置いてもらえます。まだです。もういっぱい聞くこともある。あ、そうですか。大丈夫ですか。僕、幸宏さんがあれですよ、一番僕ソロっていうかバンドでもそうですけども、アーティストで一番僕ライブに行ってる回数が多いの高橋くんです。本当？うん、ほとんど。あとね、最近のことあれ痛いんですけども。あ、痛いです、ね、忙しくなっちゃってるんでね。ですけど、ある時までほとんど僕全部。あ、そうですか。行ってます。うん、申し訳ない。いえいえ、僕結構好きな。あと結構幸宏さんってゲストの方が面白かったり、そういうことも多くて、うん、うん、僕は鈴木さんとかサンディさんとか、ああ、ケイチで仕事してますよね。僕ここにありますけど、リアルサウンド風のリグレットですね。リグレット、これケイチさんの曲を作っていただいて。僕も質問あるんですけどね。何でしょう。これはどうやってゲームやるんですか。画面がないっていうのは、基本的に坂本雄二っていう東京ラブストーリーとかの、うん、脚本を彼が、うん、脚本家なんですけども、このソフトの主人公の男と相手の女の子が、まあ、こう交互で喋ってるんですよね、うんうん、例えば女の子から、このまま二人で遠くどっか行っちゃうのもいいよねって言われるわけですよ、うん、そしたらそこでこう選択するっていう、そこで選択シーンだっていう合図の音が鳴るんですね。チロイロチロイロって。あ、お選択じゃないですよね。そうそうそう、選ぶ方セレクト、はいはい、それで急に選択始めるのはい、それで、パッドを、触ってみると、うん、十字キーがあるじゃないですか、はい、でも左を押すと、まあ、このまま二人で行っちゃうのもいいよねとか、自分で選んでいきながら作ってる。そうなんですよ。で右を押すと、何言ってんだよ、ふざけんなみたいな、で好きな方を選んで、でもどっちかこっちがいいなと思ったら、それに合わせてボタンを押すと、うん、それを実際に口に出して、つまりそれで物語の展開がどんどん変わって、どんどん変わってきます。なるほど、ね、であそこでああいう風にいじったのが俺はちょっとダメだ、まずかったなっていう、鈴木圭一さんらしい音楽で後悔を途中だから。じゃあ音楽聴いて、うん、これはちょっと後悔する系に行くのかなとか、そういう予感とかも音楽で感じるんですか。感じますね。あ、すごい、めちゃくちゃ後悔系で、うんうん、ケイツさんとも一緒にロンドンもアビーオードも行って、うんうんうん、楽しかったですよ。なるほど、まあ、そんなわけで、はい、今日はね、キヨさんとゆっくりお話ししたいと思いますが、はい、じゃあ今夜も1時間ゆっくり楽しんでください。それではナイトワープ、リビングルーム。はい、今夜のリビングルームには高橋幸宏さんが遊びに来てくれました。どうも、お待たせいたしました。あ、どうも。最近はアルバムを今度9月の19日に、はい、ミニアルバムが Asai of Ghost というのをリリースされたんですけど、はい、うん、これはどういう方面の音楽。まあ相変わらずです音は軽めでダンサブル で内容はちょっとシビアという。あ、なるほど、うん、重い。でもどっかちょっとふざけてるっていう。これもカバーとか曲入ってる。これはないんですか。ないです。あ、そうですか。オリジナルです。あれ、あれ、はい、いつも僕そこは結構、うん、それはね、3月にフルアルバム出すつもりなんで、その辺でまたなんかやるかもしれないです。久しぶりにビートルズも
うん、あでもそっかタックスマンやりましたもんね。ちょっと前やりましたね。なんか今度リクエスト募ろうかな。あクロスダイニバス。あーなるほどね。うんすごい速かったですね。 0.2 秒ぐらいで、うん、すごい今コンマでしたよ。ジョン系ですね。いや僕ね雪乃さんの声はすごくあの曲に合ってると。あなるほど、うん、僕あのオールユニーズラブを昔なんかみんないろんな人がはいはいはいやりました。ベリアスアーティストでやったってありますよね、はいはいはい、あれの僕は相当来ましたね、うん、こんなにジョンの曲を近く歌える人っていないんじゃないかな。そんなことはないですけど。かっこいいですよ。いい歌いますね、うん、はいでアルバムを出しましてですね、はい、レコード会社を移籍しまして、はい、ヨウジさんと一緒に作ってる自分のレコード会社なんですよ。それは何という。コンシピ。僕知ってるんですけどね、ちょっと聞いてみたんです。ありがとうございますいい振りをありがとうございますでそこでだからこう最初の、まあ、レコードということなんですけど特に力も入れずに肩に力を入れずに、うんうん、まあ相変わらずな感じで。あ、初の。初の。うーん。ソロでは20枚目ぐらいになるんですかね、21枚目か。そうだ。すごい。うん、すごい。そんな出してる方いらっしゃらないんですか。あのだから音楽ほらなんだっけさっき言ってたショーの音楽とか、はいはいはい。サントラとか。そっか。そういうの入れないで。オリジナル純粋なオリジナルで。そうかですね。そういう人って何人もいらっしゃらないんですかね、多分。ね、あまりいないですよね。僕性格が律儀だから年に1枚出せって言われるとしょうがないなと思って作っちゃうんですよね。一時こう沈んだ時期以外はあれですよね、あの精神的にコンスタント出てますよね、うん、そうですね。イーゴの直前ね、ちょっと苦しかったですね僕はあの時すごく心配でした、ね、ああ雑誌とかで読んでて。そうなんです。大丈夫かなキルさんとか、うん、今でも大丈夫じゃないですけど助けてと先ほどおっしゃってましたよね。はい、デパスとか相変わらず飲んでらっしゃるんですか。デパスもいいですねまあいろいろですけど、ケイチと薬談義しますけどね。あ、僕ケイチの薬談義しなかったの、うん、飲むんですか。僕もねこう見えて弱いんですよ。あ結構あんま外には見えないところで辛い思いをしてるんで。わかるわかる、僕もそうなんですけど、ね、日頃笑ってるんですけどね、ひまわりみたいに、うんうん、僕もそうしよう。日頃笑ってましょうね、これから。そうなんですよね、笑ってないと辛いところは辛いのよねってたまに言ったりしましょう、ね、ポジティブに、ね、うん、僕高橋幸さんのいつこのワークアウトっていうね、うん、言葉がすごく好きで。そうそうそう、そうそう、いつこのワークアウトだと思えば。僕座右の銘ですから。あ、そうですか。僕どこでも必ずいつこのワークアウト、いつ書いてますよ。きっとうまくいく。そうです、うんうん、ではその、中から1曲ですね、はい、僕は幽霊というまた随分弱い気になるタイトル曲で朝4号室僕は幽霊。タイトルがアサイオブゴーストって言うんですけど、はい、これはまあ曲のタイトルでもありアルバムタイトルで、今回はあのアサイオブゴーストの中では主人公は死んじゃってんです、うんうん、いつの間にか死んじゃったっていう、うん、いつの間にか、うん、で自分の好きな女の子を残して死んじゃって、うん、で、まあ、見苦しく取り付いて離れないんだけど、まあきっとでも彼女にはそのうち好きな人できちゃうんだろうな思うと悲しくてやりきれなくて、まあお迎えも来たし、あの時間も来たから行きますっていう、で手振ってんだけど彼女から全然見えないっていう情けな辛い状況。好きですよ ね曲はでもそんなにジメジメしてない。そうなんです。これジメジメやるとかっこ悪いんで、ポジティブに歌おうと。そう、暗いこと、幽霊ですからね、うん、このカタカナの横の幽霊ってもさ、自分に柳幽霊っぽいですね、うん、本当だ。僕生きるさんのオールナイトニッポン聞いてましたよ。ああ、やってましたもんね、うん、あの頃は元気だったんですけどね。あ、面白かったですね、うん、くだらないことやってましたよ ね。 そうですね。東京に地方区を作る運動っていうのやってて東京は地方出身者の方が多いんで、はい、番組をまあ、聴取者の皆さんのご意見でどこどこ県生まれの人は何区にしか行けないって出入りするときはパスポート発行する限りそれ以外は出ちゃいけない、はい、松山千春は絶対練馬区に出ようっていう、そういうのやってたんですけど、面白かったですね、うん、くだらなかったですね。 YMO の他の方々もよく遊びに来られて、うん、影山民夫が一緒にやってたんですけどね。あ、民夫さん最近あれね、どうしちゃったんですか。やめましょうかと話して。僕ね結構好きなんですよ。僕トラブルバスターとかね。いや僕好きですよ。ね、僕昔から好きで、うん、でね、あれと思って
昔トークとかでもよく雪宏さんとなんかでした、うん、僕そういうの大体言ってるんですよ。ああ、僕だからもう威張りましょうよ。ライブどころじゃないです。僕雪宏さんのイベントまで行ってる、うん、僕高野博さんのデビューのやつとかスパイラルの僕行ってますよ。ああ、そうかそうか。僕だからもうそういうところじゃないぐらいいっぱい僕行ってる。偉いな僕。ありがとうございます。大好きですもんね。そうですよね、タミオはそれで面白い人なんですよ。で昔僕の兄の慶応時代の同級生で、本当に子供の頃からよく知ってて。そうなんですか、うん、で本当にくだらないことの好きな人でね。あの昔はね、あの日本テレビの放送作家やってた頃はね、あのシャボン玉掘りで、うん、の頃まだアシスタントだったんですけど、あのくだらない企画をよくやってたんですよ。あのフラフープを持ってね、そこにネッシーを捕まえに行くとかね。あの番組何でしたっけ、あっという間に終わったやつ。ね、極楽テレビ。僕見てましたよ。すごかったですよね。何回ですかあれ。それ5回。極楽テレビ、コアな不安ですねそれね。宇宙人のね、家族のドラマがあるんですよね。そうそう、頭家族って。そうそう、頭が長い家族なんだけど。さあ、俺すごい、もう俺もう今日喋ろうと思ってなかった、久しぶりに思い出した。あのね、7時台ゴールデンタイムの木曜日だったかな。そうそうそう、火曜か木曜です、ゴールデンタイムなんですよ。それをくだらないは影山民夫の本で、僕と柴田信介さんと斎藤さんですよね、レックさんと、3人がメインで、斎藤ハリックさんでやってたんですけど、1回目の視聴率が目の検査みたいだった。それで2回目からはね、1回目なんかとぶつかっちゃったんだよね。それで2回目から 5% 台とか 5、6% で、ゴールデンタイムですよ。深夜じゃないんですからね。で5回で打ち切りが決まったという、ちょっと失敗したっていう、はい、僕はショックでしたね。うん、雪乃さんはまだあの釣りはやってらっしゃるんですか。やってますよ。東京釣りか水釣りか行ってまだあります。あります。ただね、石田釣り最近ちょっと僕浮気してて、今年の3月にあの小説を書いて出したんですけど、それがフライフィッシングの本なんですよ。はいはい、でここ2年半はフライフィッシングにハマっちゃってて、磯行ってないんですよね。磯は危険ですからね。うん、楽しいですよ。でも僕昔池野さんが笑っていいと思うで、その磯釣り会の話もされたことがあってて、うん、すごい危ないんだなと思って。危ないですよね。でもあんまりそういうイメージってないですね。うん、でもそうかな、うん、船で沖にこう岩があるじゃないですか、ちっちゃな、ほんと岩だけ、はい、畳3畳分ぐらいとか、うん、そういうところに飛び移って船が迎えに来るまでそこでやって。いや、そうなんですよね。あれ旅行とかに行ってたまに海に行くと、うん、あれあの人は果てどうやってね行ったんだろう、あそこにいつも思ってたんです、うん、それまでは。あれ船で行くんです。そうなんですよ、うん、最近僕分かってね。え、置き去りにされちゃうんですか。まあ置き去りって言葉は悪いですけども。あ、そうか。本当にそうですよね、うん、見た目は。後で迎えに行く。だからこう崖みたいにこうなってて点在してるんだよ、ね、この人たちどうやって行ったんだろう。天候が急変したら結構危ないですよね。ガシッて感じですね、うん、飛び移るのも怖いですよ、うん、その辺がなんか怖くて好きだったんだけど、最近はフライフィッシングであの川に行くようになってね。あ、まあ去年はねアメリカの飛行機嫌いで僕外国はもう行かないんですけど、釣りだったらと思ってアメリカになんか行っちゃったりして、ミシガンとか、はい、日本の川がやっぱ怖いですね。先日やっと休みが2日間取れて福島行ったんですけども、一番怖かったのはまあ一つあって、熊が出てます。熊、うん、福島の鶴沼川の上流の二俣温泉っていうところの川へ、はい、で熊出るわ。それからスズメバチも怖いんですよ。それから童話みたいな体験ですね、熊と、うん、あとマムシ、いやあと山ヒル。知ってますよ、山ヒルって。山ヒルは知らないですもん。あの木から落ちてくるヒルなんだけど、うん、これがやって一番怖かったのは、そこで泊まったり温泉で中井さんがあの宴会の時に真っ白にお化粧してあの踊ったこと。あれは怖かったです、はい、でさっきまでエプロン姿でちょっと腰の曲がったおばあちゃんたちが、はい、いきなり派手な化粧してて踊るの。怖いですね、うん、これはいい体験でした。一番怖いです、それ。なんとも言えない、うん、さらにですよ、あの、うん、各 お部屋ごとの名前をちゃんとこうリストで持ってんですよ、あの司会者がね。あ、はい、でまず始まったのは、当旅館は先代の女将の頃から食事は歌って踊って楽しく過ごしてまいりましたって始まったんで、なんかまずいなと思ってたんだけど、疲れてて僕朝早かったし、で一個ずつの部屋、例えば何々の間の鈴木さんは今日2組いらっしゃってますよねとか言って、さあどちらの鈴木さんからやりますとか言うの、まさか俺たち言われんじゃねえだろな。はい、もみじの間の高橋さん。本当に
何すりゃいいんだ何すりゃいいんだ、カラオケも用意してございますよ。何やったんだとか何もやんないですよ。ただじっとうつむいてこう、すいません、あの助けて助けて、これはなんか狂ってると思ってました。わあ、カラオケでもぜひそれ やられたら面白かったですね。いや俺カラオケ苦手なんですよね。いや、すごい怖い体験でした。はい、こちらは随分落ち着いた完全曲でも、あ、はいはいはい、落ち着いたというか、まあなんというか、もう始まってるんですね。はい、始まりましたね。まあそうですね、あの振り返ってみていろいろやっぱり犬になっちゃった方が良かったかなと。あ、犬好きですか。うん、大好きです。犬ですよね。やっぱり犬ですよね。うん、僕ね、生き物全部好きなんですけど、別に猫は嫌いとかではないんだけど、特に犬が好きですね。犬ですよね。うん、やっぱ犬、猫だと犬ですよね。まあね。犬さんは。僕猫なんですけどね。僕ゆきろさん昔本出されたんです。あれなんですか、テッチーかなんか載ってたやつまるでなんですけどね。犬の生活だけ。犬の生活。はいはいはい。あれってなんですか、なんかの雑誌の犬のってそうですね。ノート書き下ろしと加えてですね、うん、あれに影響されて一時犬を飼いそうになりましたからね、うんうん、ダメですか、猫がいましたからね。あ、猫もね最近やってるさが分かるようになりました。そうですか、うん、なかなか可愛いですよ。あの自分勝手さっていいですよ、ね、女性ですからね、うん、犬はなんか男の友達って、うん、しますよ、うん、というかよほど情けないタイプのね。そう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 、自分がいてあげないと何もできないんですよ。まあ犬はいいですね。もし犬だったらば人のことを傷つけたりしなくて済むのかなという思ったんで。なんか犬の夫婦とか見たことないじゃないですか。ないですね。恋人同士の犬とかイチャイチャしてる犬とか。ないです、ね。素晴らしいこと言いますね。うん、そうだ、うん。だからそれがあって犬ってやっぱり寂しいのかな。それとあれそうですね、確かに。誰かを愛してんのかなとか考えてたんですよね。そうだ。孤独ですね犬は随分。ねえ、子供産んだって結局引き離されたりするんだろうし、なんか飼い犬のなんていうんですか、運命っていうんですかね。そっか、名前も犬ですしね。何それ。いや、なんか猫の方がポジティブな、うん、トラとか強そうじゃないですか。あ、ファンタステップパート2。あ、最近やりました、この間。あのファンタステップ1とは違うの？1じゃなくて、今度はね、もうちょっとね、内容が、中高生向きの男の子向けぐらいになって、前回ちょっと OL とか女の子向けだったんだけど、ちょっと曲もドラムベースで激しめにしてみました。へえ、をプロデュースされたと。はい、前回は1曲1曲です。今回も1曲です。あ、1曲かな、はい、もうちょっと書きましょうよ、ね、時間がなかったもんで、ね、すいません申し訳ありません。僕言っていいのかな、まあいいや。僕松浦雅也さんとね、はい、あのサイズの、はい、彼がパラパラッパ発表で、うん、僕が MMG とかなんかの時に、うん、たまたまなんかそういうなんかゲーム業界の対象にこれからの音楽みたいな話を、うんうん、まあ、僕その大した偉くもないのに、ね、松浦様と対談したんですよ、うん、終わったらそのジャレコのねこの企画の方が来られて、僕今あの高橋幸宏さんとね、あのファンタスティックと今度出してそれを頼んだんですよって言って、うん、ああそうなんですか、どうでした、あとですごくいい曲です、あそうですか、楽しみにします、一曲しかやってくれなかったんで。もっとやってほしいんだな本当は。いや、その人はなんか悲しい顔してました。あ、ちょっと悲しいタイプの人間 大体誰だか分かります。すごくでもこうなんかいろいろ人にこうなんかアプローチしてくれたりもしますけど、ね、でもなんか悲しい感じの人です。大体想像つきますね。ゲーム音楽ってこれ初ですか。いや、まあ、今までありましたっけ。あります。え、何あります。あれは違うか、あれは映画か、あれなんかね、中国っぽいやつもあったな。あれは PC、 あ、三国志か。そうだ、 PC エンジンだったよ。あと昔普通のファミコンもやったことあります。え、銀河の3人って配給者なんですか。うん、銀河の3人ちょっと買ったら聞いてみよう。いや、ひどいですよあれ。データがあのスネアとベードラが逆に入ってたりしてましたからね、後で聞いた。ドンカッドンカ、あの頃音3つかぐらいしか使えないんです。そうですね、ええ、ドカッドカっていうのがカッドンカッドン。あ、レゲエっぽくなったな。ポジティブな感じになったんだ。ファミコンの頃ってのもプログラマーが優秀かどうかっていうのにつきますよね。そうでしょうね。ケイツさんなんかすごくついてた、うん、超ラッキーの方ですね、うん、本当にマザー、
まずは良かったですもんね。素晴らしく良かった、うん、僕あれを聞いてファミコンの音楽って見直して、うん、自分でもう一回うちのドラマに頼んでドライバー作り直してね、うんうん、まだと同じ音が出るドライバーで頑張ろう、うん、あれのおかげですよ。なるほど。キヨさんは僕あのドラムの打ち込みが好きなんです、うん、師匠ですから僕の。あ、そうドラムの打ち込みの、うん、一時はハマってましたけど最近はまあルップ使うようになったそういつなみも同じ、まあ、曲によりますけどね。うまいですよね。いやいや、だって自分が叩けるから。そっか。いやでもね、デザインとかが全部、うん、いやでもね、なんか多分これ木生さんのドラムパターンがなかったらそのなんていうかな、すごく全然変わる曲なんだろうなって曲でも、木生さんのドラムパターンがあって入るときっとこう変わったんだろうなって、すごくね、うんうん、津田細野さんのベースにもよく言えることありますけどね、うん、僕ね、僕本当に相当勉強させてもらいましたね。あ、そうですか。僕だから生き生さんっぽく打ち込みできます。あ、本当、うん、結構、あ、僕ちなみに結構打ち込みうまいですよ。あ、じゃあ今度ね、一緒やったりしてそんな暇ないですよ。いやいや、僕ドラムの打ち込みは任せてください。それだけやらせてください忙しいくせにそう、それだけやりにってこと。うーん、だいぶ学んだな僕でも本当に YMO は本当に僕大好きでしたからね。本当に狂ってましたね。もラジオで狂ってましたって言ったらどうなのか分かんないですけどね、ギリギリでしょうね、うん、それ今20代後半ぐらい、27ですってことはすごい若い時ですよね。僕ビートルズが初めだったんですよ、うん、で親戚のおじさんが引っ越した時に粗大ゴミを残してって、うん、親に取りに行けって言われて、でうちの親父と親に言われて取りに行って、そこにソフトがあったのがたまたまビートルズ、うん、で赤版だったんですけどね、うん、それをずっと聴いてて好きになって、で自分でも買うようになって。いくつぐらいですか？小学校の3年生、うん、それしかソフトがないから待ってたんじゃなくて、それしかないんですよね。ってことは7歳そうですね、うん、7歳が8歳ぐらい。そうですね、うん、それで僕イギリス系がすごく好きになって他のも買ってたんですよ、うん、それであれで友達に貸しても日本の音楽ですごく情けないじゃないですか、うん、情けなかったです僕には、うん、友達に聴かしても聴いてくれないし、みんなこういうのいいよってアイドルとかで、うん、であら日本でダメねと思ってたら出てこられたのすごく助かったっていう、うんうん、ってことは小学校5年ぐらいですか？4、5、6年ですね。でイエローマジックからソリッドサバイバーが上がって、うん、何よりもショックがあったら僕テクノデイト BGM です。あ、もうね、うん、一生の僕のなんですかね、メディアから受ける影響の半分はそれですね。あ、81年ですね。もうね、倒れまして僕、うん、すっごい混ぜてますね、うん、だから僕友達のお姉さんとかしか友達いないんですよ。あ、そうだよ、だってあれだって11年だからまだ中学生になってない小学校6年生です。中1になる時に YMO 解散するって聞いて、うん、もう涙出てね、うん、倒れました僕。そっかそっか、すごく焦ってるわプロパガンダとかね、僕映画館に見に行って、そうそう、アンジュさんとかね、うん、子供役でいましたね。今あのうちの撮影で来たやってもらってるんですよ。あ、そうですか。僕の最近撮影とかあのワープ あのメンバーのこととか全部あるんですよ、うん、頼めて。相変わらず怖いですよ。怖いですよね。独特ですよ。そう。ワープに外に仕事で帰ってきて、なんか今日空気が違うなと思って何時か言ってあーとか言ってる。あ、独特だって言ってればいいんですよ。そうそう。まず身元明かさないしね、うん。独特の人ですよね。聞いてもはぐらかすんだよ。独特くんと呼びましょう。独特くん。キルさんはあのコンピューターとかはやってらっしゃるんですか。うちにあるマックは壊れてます。インターネット系はじゃあ全然あの自分のホームページ持ってますけども。え、本当ですか、うん、それはなんていうホームページでしょう。ミキロタカシだと思いますけど、ね、へ、あ、今日検索してみます、うん、あの洋服の方とかのあデザインのやつをそこでやって出してました。最近はデザインはあの僕最後に知ってるのはネクタイの、ね、今年ぐらいからフルアイテムのミキロタカシっていうブランドを始めたんですね。それはどこにあるんですか。あのね、今度の9月にオープンするのがまず名古屋に、ね、自分のお店をオープンして、東京が来年の春です、ね、それどの辺にまだ分かるんですか。ちょっとね、いろいろあってあのうまく言えないという。東京は今のところはデパート関係ですね、丸いとかね。あ、へえ、へえ、そのブランド悲しいですよ。ちょうどじゃあホームページやってますよ。はい、そこのホームページ、そういうことも絡んでる。それもやってるし、あとあのコンシップレコードのこともあそこに入れたりとか。なるほど。そっち作る方が興味あるんですけどね。うん、自分であの一生懸命誰かのホームページ探してた。あ、でも釣りの情報だけはちょっと充実してる時あるんで、うん、世界中のフライの情報とかね、うん、それはちょっと人に
調べてもらうことありますけど、最近あのねネット釣りってのが入ってるんですよ、うん、であのいわゆる検索エンジンってあるんですよね、ヤフーとか、はいはいはい、でインフォシークっていうのが一番あの引っ張ってくるんですよ、うん、あの件数、はい、ヤフーだと30でもインフォシークだと1000ぐらい引っ張ってくるんですよね、1000、うん、あのそれはもうなんかホームページの名前とかじゃなくてホームページの中の情報とかでも引っかかっちゃうんですよ、うんうん、で最近流行ってるのはそのインフォシークをやってじゃんけんして勝ったやつから順番に何かキーワード入れるんですよ、例えば5文字とか約束があるんで、うん、それなんかそれに対して例えば何でもいいんですけど、例えばなんだろうな、例えば4文字だったら麻婆豆腐だったら、うん、例えば4文字で中華の、名前とかさ、麻婆豆腐かちゃってるの何かかってくる3812件ありますとかって、その件数が一番多いやつ、あそれ結構難しいんですよ、あとね1以上30未満とかね、うん、でやるんだ、もうね1インフォシークなんて本当にね、これでね鼻毛自慢出たんですよ、31やって俺アウトだった鼻毛自慢は絶対30以下だと思ったんですよこれは勝ったと思ったんでね、みんなオーバーオーバーだから、うん、オーバーしたら負けのルールで、最後のそのプレイヤーってもう余裕じゃないですか、うん、例えばこの線を越えるまでボールを投げたらオーバー負けっていう時にもうちょっとでも投げれば勝ちですから、と思ったら俺鼻毛自慢って絶対勝つと思ったら31やってさ、31、1人も世の中で鼻毛自慢について考えてる人いるんだと思って、しかもそこにかかってる人だけでそれだけいるんですからね、もっといるんですよ、まあ、うん、まあ理由としては鼻毛と自慢っていうね、単語で引っ張ってくるんで、うん、ああそうです、あの鼻毛でなんとかかんとかって、でもねそ見たらそんなバカでしたよつまんないの、体毛なんとかマニュアルとか鼻毛であのなんか物を引っ張れるそうそうそう、カブトムシカブトムシみたいな、うわうわ、それ最近ね流行りで、それをね気がついてからインターネットってなんて面白いんだろうすんごい面白いですよ、1000ジャストを出すとかね、最近それがねワープでは大流行りで、なるほど、まあバカバカしいんですけどね、今度やってみると意外に面白いですよ、あ面白そう、こんな単語がこんな引っ張ってくるかっていうね、うん、あとミュージシャンとか、あと僕らその時やったら漫画家の仲間たちだったんですよ、うん、漫画家でそのインターネットで何件引っ張ってくるかで結局メジャー度がね、インターネット内の メジャー度が決まるとか言って、うんうんうん、で俺全然ダメだとか結構面白いですよ、あネット界ではこの人の方が数が多いとか、ね、あるかもしれない、それまあどうでもいいですけどね、いやぜひ ね、はい、ねインターネットの中に興味持っていただきたいなと思って、うん、いやもう全然肯定派で、あのいろいろ利用しようと思ってるんですけどね遅れてネットしていろいろ利用させていただいてる、なるほど、壊れちゃってますけどそのうち直すと、ちょっと持ってってもらわないとそれではそろそろ3曲目なんですが、はい、またこれも同じ、ダサイブコースの中から、はい、ラムアフターユーという曲を聴きます、はい、今回はなんで幽霊なんですか。そうですね、あのね僕情けなさ、うん、っていうかね僕あの幽霊もの弱いんですよ結構、映画とか、うん、映画とか小説とかね、で割とも亡くなった人に対する思い入れとかっていうのは割とある方で、なるほど、あのそういうのが実際に現れたりするようなネタに結構弱いんですね、なるほど、だから前から自分が死んじゃってっていう逆の立場の歌っていうのはコンセプトとしてもうお気軽に歌えたらいいなと思うんです、ね、だんだん圭一ともよく言ってたんだけど、あの友達たちの、まあ僕は早くから両親亡くしてるんですけどね、割と両親が亡くなったりするようになって、へえっていう年になってきたわけ、僕たちなんかも、でだんだん兄弟が今度亡くなったりして、あのそう早かったねぐらいの感じ、そのうちだんだんね自分たちの友達が死ぬようになったりのにもだいぶ近くなってきてて、そうするとなんかそういう死ぬことへの独特なこの、うん、一種ロマンチズムに近いようなものがあってね、うん、だから例えばこう親がそのまま幽霊で出てくるみたいなものに憧れちゃうんですよ、なるほど、うんうん、そういったところから死をテーマに、うん、テーマってほど大げさじゃないですけどね、ゴーストっていうのを割とユーモアチックにやりたかったと、まあそうですね、結構そういうものなのにゴーストって書くと結構可愛かったりしますけど、うん、幽霊の感じですね、うん、サイオブゴースト、まあつまり幽霊のため息っていうことで、生きててもまあ幽霊みたいなもんっていうのもあるし、うん、なるほど、圭一さんとも結構そういう話しましたね、そういうの、うん、スタジオに時間がいっぱいあったから、うん、
一応僕計算の骨を拾うことになりましたね。ああ拾ってよって言われた。うん、てかね、ある日そういう話をして、あそうだ絶対僕の方が先に死ぬよねとか言って間違いない、いや絶対多分そうだと思いますよと。僕結構ね太く短くなんで早死にかもしれないけど、計算の早死は多分とか、ね、俺そう飯尾さんに骨拾われるのは嫌だなとか言って、で、なんでですかとか、そんなこといいじゃないですかとか言ったら、ああ、じゃあ骨拾ってよとか言って、拾いますよ絶対とかね、うん、変な風に犬の形とかに並べたりしますからとか言ってね、それは嫌だとか。どっちが先だろうなとか、やっぱ話すもんね、ケースとも。そうですか。ケースでも結構長いかもしれないですよ。一番長いですよね。お父さんも長いし、うん。はい。はい。そんなわけで、まあ、よろしければ、いつか一緒に仕事してください。はい、ぜひぜひ。一曲とは言わずに。その時は俺が言うことだ。僕結構うるさい方なんですよ。うん、だからやる時はかなりガッチリわざわざ計算聞いてくれれば、いいのは相当大変だぞっていうのやめた方がいいよって言うかもしれない。スタジオとかあいつずっといるんだからっていう、ね、打ち込みとかさせろとか言い出すよとかね。うんうん、まあでも本当に、いつかまた仕事してください。はい。またじゃないか。いつか仕事してください。うん、そんなわけで今日は、高橋優さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。